おはようございます。幸太郎です。今日は2021年5月の11日の火曜日のお休みの日です。サラリーマンなんで、休みがあるんですけど、金曜日はだいたいお休みをいただいていて、YouTube ライブの方に当ててるんですけど、ということはあんまり動けないんですよね。その予定があるから。だから、週の前半の、今日なんかはちょっとゆっくり時間があるので、あんまりまだ予定は何も決めてないですけど、この後どうしようかなとかちょっと考えてはいます。というわけで今日もコーヒー飲んでいきます。すっかり家にあること忘れていたコーヒーをちょっと大事に取っていたら飲み忘れていました。今日の開封はこちらです。じゃじゃん。 USB ケーブルの性能を確認、 Type-C も測れる USB ケーブルチェッカー2です。使い方簡単だといいな。あんまりこういうの詳しくないので。 USB ケーブルチェッカー2は USB ケーブルや変換アダプターの性能を明らかにするチェッカーデバイス。普段から充電やデータ転送で使用されているマイクロ B や Type-C 規格 USB ケーブルの抵抗値や対応規格など検証できますとあります。これです。どうやって使うのかな。ここに電池があるんですけど、フィルムがついているのでそれを剥がすと多分通電できるようになると思います。これが電源のオンみたいです。オン。おお、ここのディスプレイが有機 EL ということで、確かに小さいながらもすごく見やすいです。このタイプ C は僕が使っている MacBook Pro、15インチの方の、付属にしていた充電ケーブルです。これ挿したらもういいのかな。電源を入れる。これだけでいいのかな。こんな感じで表示されてます。このままだと僕わからないですね。なんかやり方書いてあるのかな。他にボタンは特にないようです。ちょっとどうやって見るのか調べてみます。このケーブルはこのボードのところに 2.0 のところと 3.2 のところがあって、 3.2 のところにライトが点灯しているので、 USB の 3.2 規格に対応しているケーブルだということがわかります。この上のところに表示されているのが多分ケーブルの抵抗値とかの確認だと思います。 USB2.0、3.1、Gen1、Gen2、3.2 など多様な結線タイプを持つ Type-C ケーブルの素性を多数備えた LED でバッチリ開示。最大対応規格や USB パワーデリバリー機能の有無などの確認にも便利だそうです。じゃあLED で確認できるって言ってるので、本当はここで USB いくつかとか分かるんですかね。分かるのかな。使っていってもう少し分かるようになったらまた紹介したいと思います。お昼になったのでお昼ご飯食べとこうかと思います。なんか海藻がいっぱい流れ着いてます。カブトガニが打ち上がってました。さすがに死んじゃってるかな。藤の花ももう終わりですね。今年も綺麗でした。一六寿司さん行ってきます。じゃーん。赤坂というところまで来たんですけど、本当はこの後大濠公園ってとこ行こうと思ったんですが、まさかまさかの雨が降ってきました。というわけでどこかコーヒーを飲んでちょっと考えようと思います。カフェ難民でいろいろと歩いてるんですけど、
途中にあるラリーグラス空いてたら行きたかったんですけど、今日はお休みでした。レンタルチャリのそばに、なんて言うんだろう、ブーステッドボードみたいなやつがあります。モビーっていうサービスみたいです。あ、借りる人いる。いつか使ってみたいです。今日のアップルストア福岡、今日のコーヒーはテイスト5さんでした。懐かしのバックスペース FM 北海があった場所、2階の翡翠さん。